大鵬孝之助は、東京都江東区出身で、大竹部屋所属の現役大相撲力士。本名は、名谷孝之助。身長191センチメートル、体重175キログラム。血液型は、A 型。最高位は東重量6枚目。父は、元関脇の高藤力忠重。祖父は、第48代横綱の大鵬孝樹。長兄は、プロレスラーの名谷幸を。 自警は、道芸屋の悩み雪林ば弟は、道芸屋の無道法雪なり。従警は元大相撲力士の若東力春次、祖,祖父は、マルキャンボリシコ。2000年当時は、現役幕内力士だった高藤力と対48代、横綱、大宝の三女夫婦の三男として誕生。中央区立有馬小学校1年時から、地元の相撲道場に通い、4年時には、 全国大会で準優勝の実績を残している。埼玉市立大宮西中学校を経て、埼玉栄高校保健体育科に進学すると、相撲部に所属し、3年時に国体少年の部の個人と団体の両方で優勝した。高校卒業後の進度については、祖父の起こした大砲部屋の後ろ身にあたる大竹部屋への入門の意向をもともと持っており、当初は、 国体終了後の2017年11月場所で初土俵を踏む予定だった。ところが優勝により12月開催の全日本相撲選手権大会の出場資格を得たことから大相撲入りを延期した。同大会では予選落ちだった。全日本選手権終了後の2017年12月19日に大竹部屋入門を正式に発表した。名は本名と同じ。 な屋となり、初土俵は、高校卒業を待たず2018年1月場所で、踏むことになった。同期生には、第68代横綱、朝昌龍の甥いの豊か昌龍がおり、くしくも、元横綱の親族が2人同時に、初土俵を踏むことになった。初土俵の場所は前相撲で3連勝し、この場所で前相撲を取った14人の中で最初に、新女出世を決めた。 新女出世披露では、大宝が現役時代に使用した化粧回しを締めた。翌、3月場所では7戦全勝で、女の口優勝を遂げた。女2段に上がった5月場所は、6番目の相撲で、入門以来初めての黒星となったが6勝1敗で、終え、3段目に上がった7月場所も6勝1敗だった。幕下に上がった9月場所は3勝4敗と入門後、 初めて負け越した。2019年1月場所は5日目の3番相撲から3連敗したが3敗目を喫した場所10日目の夜に父に呼び出され土俵で気迫が足りない。はたかず最後まで突き放していくようにと一括された。これに気合が入ったのかそこから残りを勝って4勝3敗と勝ち越し。2019年は番付を駆け上がり、 幕下上位初挑戦となった7月場所では、西幕下6枚目で3勝4敗と負け越したが、9月場所では、東幕下10枚目で4勝3敗、11月場所では、東幕下7枚目で4勝3敗と2場所連続で、勝ち越した。2020年7月場所2日目の一番相撲では3、役経験者の上高龍と対戦し、回しを切りながら、前に出て、 土俵外に出す相撲を取った。西幕下筆頭で迎えた2020年11月場所に6勝1敗の成績を収める。2021年1月場所での新十両昇進に合わせ、王方に改名。大鵬の代に変わるものとして王の字を入れ、この仕込名は王方が幼少期の頃に師匠が考えたものである。祖父、父親、子と三世代で関取になった例は、 ことの若以来の2例目。11月25日に部屋で行われたリモート会見では小さい時におじいちゃんの相撲を見て、相撲のかっこよさを感じたのはおじいちゃん。今でもかっこいいなというのはありますと祖父への思いを語り、親方にも悔しかったらやるしかないぞと言われた。自分の中では誰よりもやっているつもりで、それが結果につながったのかなとと昇進につながった。 理由を分析した。この昇進によって、祖父の出身地、北海道手下が町から化粧回しが贈呈されることとなった。2020年12月24日に2021年1月場所の番付が発表され、王鵬の試行名と重量昇進が掲載された。新重量の2021年1月場所は、持ち前の馬力を生かせず5勝10敗に終わり、 一場所で幕下に転落したが、三月場所では幕下二枚目で勝ち越し、一場所で十両に返り咲いた。最重量の五月場所は十二日目二十両の番付では初めての勝ち越しを達成して最低限なことはできたと安堵した様子を見せたが、十四日目の小宝山との取り組みで右足首を痛めてしまい、先週楽は自身初めての休場となった。 突き押しが得意だが、引き癖が弱点。筋力がついて、突き押しの馬力が増したことによって重量昇進を掴んだ。重量昇進の際に、前の海から四つ相撲を覚えてほしいと期待された。2021年1月場所の相撲について15代武蔵川は、腹を出しすぎた高い体勢で当たることと手の力が足りないことを指摘し、ぶつかり稽古のイメージで当たること、 鉄砲の稽古をもっと積むことを進めた。2021年9月場所終了現在、ありがとうございます。